サンガ川流域の参加国保護地域は2012年の第36回世界遺産委員会でユネスコの世界遺産リストに登録されたコンゴ盆地の国際的な自然保護区であるカメルーンのロベケ国立公園コンゴ共和国のヌアバレンドキ国立公園中央アフリカ共和国のザンガンドキ国立公園という西ローランドゴリラやマルミミゾウなどの希少動物たちの生息域を含む 三カ国の国立公園によって構成されている。中部アフリカでは、1980年代から1990年代にかけて、アメリカの野生生物保全協会などが、各国政府に働きかけ、国立公園や保護区の設定が進んだ。そして、中央アフリカ共和国では1990年に、ザンガンドキ国立公園及び、ザンガサンガ特別保護区が、 コンゴ共和国では1993年にヌアバレンドキ国立公園が、カメルーンでは2001年にロベケ国立公園がそれぞれ設定された。ロベケ国立公園が正式に設定される前年の2000年に中部アフリカ森林委員会の第一回閣僚級会合が持たれ中央アフリカ共和国、コンゴ共和国、 カメルーンの参加国による国際的な保護区を設定することで合意が成立した。この合意は自然保護だけを強調するのではなく、持続可能な開発などに配慮していくことも盛り込まれた。世界遺産登録に向けての暫定リストへの記載は別個に行われ、まず2006年にカメルーンのロベケ国立公園と中央アフリカ共和国のザンガサンが特別保護区が2008年に 今後共和国のヌアバレンド期国立公園が記載された。世界遺産への最初の正式推薦は、サンガ川の参加国保護地域という名称で2010年に行われ、翌年の第35回世界遺産委員会で審議された。この時、世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合は登録延期を勧告したが、委員会の決議は1段階上がって、 情報紹介決議となった。情報紹介決議の場合は、準備さえ整えば、翌年の再審議が可能であるため、推薦国の申請に基づいて、翌年の第36回世界遺産委員会でも審議された。推薦参加国は、前年の推薦時点で申請していた、自然美の基準を取り下げ、生態系や生物多様性の観点に絞って価値を証明するとともに、 干渉地域を拡大するなどの改善をしていた。これに対し、IUCN は登録を勧告し、審議でも勧告通りに登録が認められた。カメルーンにとっては、ジャー動物保護区以来2件目、中央アフリカ共和国にとっては、マノボグンダサンフローリス国立公園以来同じく2件目、そして、今後共和国にとっては、初の世界遺産となった。アフリカでの国境を越える、 世界遺産の登録は、ニンバ三原生自然保護区、モシオトニア、ビクトリアの滝、セネガンビアの環状列石に次いで4件目、ヨーロッパ以外での3カ国以上にまたがる。世界遺産の登録は初であり、自然遺産で3カ国以上にまたがるのは、カルパティア山脈のブナ原生林とドイツの古代、ウナバヤシに次いで2件目である。世界遺産としての正式登録名は、 英語名の語順が最初に推薦された時と変わり、ソング派トリネシャネル。その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。トリネシャネルでラソング派世界遺産登録地、この世界遺産は以下の3県の国立公園で構成される。なお、中央アフリカ共和国の当初の暫定リスト記載物件はザンガさんが特別保護区であったが、実際に登録されたのは ザンガンドキ国立公園のみで、その周辺に設定された残ガ山が特別保護区は、干渉地域として扱われている。その総面積約7460平方キロメートルは、日本の熊本県よりも大きい。ヌアバレンドキ国立公園は、今後共和国の山ガ地方、陸ラ地方にまたがる形で1993年に設定された。 その面積は386,592ヘクタールである。これは約120万ヘクタールとされるんどき川流域の約3分の1ほどをカバーしていることになる。この地域は人と接したことのない世界遺産登録地には南に隣接するグアルゴ三角地帯も含まれた。これはんどき川とグアルゴ川の交流する原生林の地域である。 現地の住民も含めて、ほぼ人跡未踏の状態で残されてきた場所だが、1999年以降、専門家による霊長類の研究施設が設置され、少なくとも2010年の時点まで、ワシントン大学教授のクリケットサンズと野生生物保全協会研究員のデーブ・モーガンが、チンパンジーなどの研究を行っていた。 2009年にはこの国立公園を含む152万5000ヘクタールの範囲がサンガヌアバレンドキとしてラムサール条約の登録地になった。カメルーン、東部州分イコールエコールンゴ古県のロベケ国立公園は2001年に設定された国立公園でその面積は21万7854ヘクタールである。2008年にはこの国立公園の中の6万2000。 ヘクタールの範囲が、サンガ川のカメルーン部分として、ラムサール条約の登録地になった。中央アフリカ共和国、サンガムバイレ州のザンガンドキ国立公園は、1990年に設定された。ザンガ保護区とンドキ保護区に分かれ、その面積は、前者が49,500ヘクタール、後者が72,500ヘクタールである。 2008年にはこの国立公園を含む27万5000ヘクタールの範囲が中央アフリカのサンガ川としてラムサール条約の登録地になった。ヌアバレンドキ国立公園の丸みをヌアバレンドキ国立公園のゴリラロベケ国立公園の表、登録範囲は熱帯林が広がっている地域である。熱帯林には所々開けた湿地帯が存在している。それらはバイ呼ばれるが、 規模が小さいものはヤンガと呼ばれる。バイを作るのはマルミミゾウである。マルミミゾウは熱帯の植物からだけでは生存に必要なミネラルを獲得できないため特に玄武岩の侵食が見られる土地を掘り返し結果的に水辺にミネラル分の豊富な土壌の露出した湿地を作り出す。これがバイである。ミネラル分を必要とするのはマルミミゾウだけではないためバイには 数多くの野生生物たちがやってくる。また、登録範囲は、類人猿の貴重な生息地となっている点も、重要である。近隣諸国の世界遺産には、ゾウの生息数で上回るロペオカンダの生態系と、残存する、文化的景観、植物症に秀出る、じゃあ動物保護区が存在していた。にもかかわらず、この世界遺産が登録されたのは、面積の広大さも、さることながら、 その中に生息する類人猿の数が重視されたことが大きかった。それらも含め植物症、動物症で特徴的な種を挙げると以下の通りである。哺乳類は116種が生息し、霊長類は西ランドゴリラ、チェゴチンパンジー、ウガンダーカコロブス、白いリマンガベエなど18種である。他にも気球種の丸みミぞうやカバ、純絶滅器具のヒョウ アフリカゴールゲンキャット、ボンゴ、オーセンザンコウなどが生息している。ラムサール登録地を含んでいるように、鳥類も豊富で429種が確認されている。その中には、気球種のヒメチョウゲンボウ、黄色ヒゲヒヨドリ、ツアカハゲチメドリなどが含まれる。他に、ハチウ類と両生類が共に約30種、巨類が246種確認されている。 確認されている植物は1122種になる。そのうち、世界遺産登録の推薦書31ページで言及されている IUCN レッドリストで評価済みの種は以下の通りである。また、以下の種は推薦書でバルナラブルと評価されていることとされているものの、実際には IUCN レッドリストにおいては未評価である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。しばしば観光客の増加は、自然環境を脅かすが、この世界遺産の場合、差したる脅威となっていない。隔絶した環境にあることなども影響し、2010年の観光客数は、残ン,ンドキ国立公園が350人、ヌアバレンドキ国立公園が120人、ロベケ国立公園は55人にとどまった。これに対し、 主要な脅威となっているのが、象牙と物資ミートなどを目的とした密漁である。象牙を求めてかられるのが、丸耳象である。象牙は、アフリカ象から取ることも可能だが、丸耳象の象牙の方が、より固く、日本の印象や、三味線のバチに好まれる。日本が直接密漁者を繰り出したり、大規模な買い付けを行っているわけではないが、その需要の存在が、 国際市場で価値を上げ、密量に影響している。可能性は指摘されている。もう一つの懸念が、ブッシュミートである。ブッシュミートは、野生生物の肉で、畜肉に比べて、安価なタンパク源として、地元で流通している。もともとは、持続可能な開発の枠内に収まる流通だったが、特に1990年代に、今後共和国内戦を経験した同国では、 内戦の終了後の人口増加が違法なブッシュミートの流通を急増させた。今後共和国では特に希少な種の密漁には刑事罰を科し監視を強化しているものの西ローランドゴリラやマルミイミゾウなどの肉も流通している。チークでは種商名がマランダナとされている。世界遺産登録の推薦書においてはバルナラブル扱いとされているが IUCN レッドリストバージョン三点一では二千九年と二千十八年の二度に評価が行われ、いずれの際もバルナラブルより深刻度の低いリースとコンサーンの評価とされている。かな表記は、朝日百科植物の世界第六巻、朝日新聞社、九百九十七年、三百十七ページ、四から零二から三十八万十から四より、九百九十八年の IUCN、 レッドリストでの評価はエンデンジャードで世界遺産登録の推薦書においても同じ扱いとされているが IUCN レッドリストバージョン3.1では深刻度のより低いリストコンサーンの評価に変更されている。英語、日本語。ありがとうございます。